4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はリバーガール、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はシルキーファンシー、先頭を捉えるか。あと 200m、 リバーガール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。一気に鶴丸ガール、一気にリバーガール、2頭がほぼ同時に突っ込んできました。リバーガール、鶴丸ガール、リバーガール1着、2着にはどうやら鶴丸ガール、リバーガール見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、ステージチャンプ、ステージチャンプ先頭。2番手はナイスネイチャー、これは強い。2番手はナイスネイチャー、ステージチャンプ、この馬で決まりか。ステージチャンプ独走、ステージチャンプぶっちぎりです。ステージチャンプ1着、2着はポーションクロス、これが G1 馬だ。ステージチャンプ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のノーブルハウス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、スカイサクセス、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ローズサンダース、前に行きそうです。ローズサンダース競りかけていきました。勇気トップラン、そのうちに続いています。内からはマイスーパーマン、オレンジの帽子、ランドローター、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は勇気トップラン、ここで先頭が入れ替わりました。桜爆心王、勇気トップラン2番手に控えました。スカイサクセス3番手、さあ桜爆心王逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。桜爆心王先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はバイキジュリエット、残り 200m、 桜爆心王先頭だ。後続は大きく離れた。2番手は日本ピロプリンス、桜爆心王独走、桜爆心王ぶっちぎりです。桜爆心王1着、2着はバイキジュリエット、これが世界の実力だ。桜爆心王
you